呉の滅亡は、三国時代の最終期の戦争である、進むが五を滅ぼし、中国を統一した歴史事象であり、その戦いについて説明する。精神の言語から、大野安氏の役とも呼ばれる。義の朝廷を掌握した、柴明が、諸を滅ぼした後の265年に病没し、柴明の息子の柴縁が権力を継承した。柴は、同年に、 総管の前条を受けて皇帝に即位し、新王朝を建てた。その後、279年に柴縁は六方向より呉を攻めるように命令した。進む軍20万は、八区の勢いで呉軍を破り、280年3月15日に孫博氏が降伏したことにより、中国を統一した。263年、義の実権を掌握していた柴明は、昇海、 トウモグサを派遣して、食官を滅ぼすことに成功し、芝氏の勢力は一段と強まった。柴アキラはこの機会に、クレの制圧をも目論んだが、商会、脅威が、食の地で反乱を起こして、トウモグサを含む数多くの少子を失い、クレを滅ぼすための十分に強大な水軍の保持に、欠けていた上、食官滅亡後の混乱に便乗して提安に攻めて、北たクレ軍を追い返すので、 精一杯だった。一方で、呉の講習で、旅協が反乱を起こし、義に救援を求めたため、義は、元職官の将である角翼を派遣させた。旅協は、間もなく内輪もめで殺されたが、角翼は引き続き講習に大使を派遣し、講習は南方における義そして進むの共闘歩となった。この状況で、芝明は、即時の開戦ではなく、まず外交によって、 呉を威圧しようとした。そこでまずは国内の異部に努め、国力を蓄えた。さらに、降伏した職官の後主流禅を安楽公に、職から義に降伏した重臣たちもそれぞれ公に封じ、液州の地を安定化させることで、呉の人心を買おうとした。芝炎264年3月、芝明は新王に即位した。10月、芝明は呉に使者を派遣し、 食感滅亡の戦果をアピールした上で、あわよくばそのままクレを屈服させようとした。翌265年8月病没したため、息子の柴縁が、小国の地位と新王の位を継承し、合わせて、義の朝廷の実権を掌握した。同年12月限定から禅城を受け、国号を進むに改めた。一方のクレは、孫権の治世の晩年から後継者争いが発生し、 国力は低下していった。三代皇帝魔九級の時代に、一旦落ち着きを取り戻しかけたが、公衆の離反と、職官滅亡で窮地に立たされた。二百六十四年に皇帝となった、孫博士は、より強大となった義への対応を迫られた。孫博士は、義の使者に対し、自ら皇帝と称さず下手に出ることで矛先を避けようとした。柴明にとっても、 戦場を目前にした時点では、孫博氏の返礼は十分な外交的成果となった。しかし進むが成立すると、孫博氏は、柴明の弔問名目で死者に使わした、邸えただしに、進むを組しやすしと進言されたのを機に、一方的に外交を打ち切った。孫博氏は進むへの北伐を起とする一方、強楽にふけり、主職に溺れ、宮殿造営などの土木工事を行い、 イめる忠臣らを殺したため、演佐の声は上は朝廷の官人から、下は民衆にまで広がった。柴縁は、こうした孫博の態度を見て、南西のための将軍の選抜と、軍隊出動の準備を行った。268年、孫博は、北伐と、甲州奪還の両面作戦に出たが、進むはいずれも撃退した。269年、柴縁は羊。 おととく慶州諸軍事に任命して、上用に駐屯させ、守るおととく青州諸軍事に任命して、林氏に駐屯させ、おじの柴、おととく洋州諸軍事に任命して、下避に駐屯させた。羊は兵を訓練し食料を蓄え、さらに呉の民心をつかむことにも成功した。しかし270年、領州でカブロジュキノーラによる悲観民族の大規模な反乱が起こり、 しばらく対処に追われることになる。271年、進むの支配下にあった、公衆は、愚判、説、投稿らによって、呉に再制圧された。272年、呉の政領正しである付線は、孫広氏に、武将への召喚を命じられた。付線は危害を加えられることを恐れ、進むに降伏した。しかし付線は、呉の陸攻によって攻め滅ぼされ、 進むは、不戦救援に失敗した。同年、大深氏を、駅周市市に任命し、大型船の建造と、水軍訓練の密命を下し、ご攻略の準備を図った。大深氏が造船した大船は、全長120歩、収容人数2000人、矢倉や紙面に大門を廃し馬が駆けることも可能で、さながら川の上の城のようなものであったという。 こうした大船を大量に作り、進むは強大な水軍を作り上げた。しかし神鶴を筆頭にした新朝論も根強く、海戦は先送りされた。278年、羊はご攻略を遺言して没した。森代が後継に就任し、来たるべき草の準備を進めていった。また279年には、和隆氏がカブロジュ機能を打ち取り、 悲観民族の反乱も一応収束させた。一方、呉の皇帝、孫博士は、進むの戦備に対し全く警戒しておらず、長江の点検を頼りにするばかりで防備を増強せず、何回も進む二軍を派遣した。陸港は進むが後を滅ぼす準備をしていると察知し、県平軍、清涼軍に兵力の増強を要求した。また立平大使の我彦も、長江に、 木屑が流れてきてきいることから大深氏がで船を建造ししていると推測し孫広氏に対し進むは必ず、呉を攻める心積もりです。伊達平の兵を増強すべきです。伊達平が陥落しなければ、長江を渡ることはできませんと述べたものの、孫平氏はこれらの警告を無視した。さらに274年、陸港が有料の中に死去すると、呉の中で、 進むに対抗できる名称はいなくなった。精神軍によるクレ攻略の図279年、森安はクレの清涼ただしの調整と交戦し、これに勝利した。調整は敗戦を恥じて報告しなかったので、森安はわざと孫博氏のもとに捕虜を返した。果たして朝生は召喚され、孫博氏は首相を武将官の劉健に差し替え、進む南将軍のせい。 清涼館の低広氏を増援として派遣した。森安は長生を追い落とす計略が成功したのを見て、呉はすっかり傾いたと判断した。同年、大深氏と森安は芝園にご討伐の時期が来たと上進した。この時点では、戦費のカブロ樹機能はまだ健在だったが、折しも呉では、甲州で各馬が反乱を起こし、反乱軍は甲州甲州に拡大した。 五は即座に鎮圧することができなかった。十二月、柴園は、上鶴を大都督に、要渡るを副統領に任命し、各軍は攻勢を開始した。上鶴はなおも慎重論を主張したが、柴園は、そなたが行かぬなら、私が自ら行くまでだと述べ、上鶴に大都督を配。羊が生存中に策定した作戦の計画に従い、二十万世の軍勢が、 六方向より呉に進行を開始し、迅速に各地の呉軍の連携を断ち、っこ撃破していった。芝は、下避から、途中へ向かい、王根は、樹春に出撃した。大恵比寿は、工場より武将に進行し、小勇は砂線から河口に進撃した。森安は、常用から工領を目指し、王深市と、東明は水軍を指揮して、食から長江を下っていった。 長官は軍全体の進行を統括した。進む軍の西部方面からの軍が主に攻撃を担い、東部方面からの軍はクレ軍の主力を牽制する責任を担った。各軍は協調行動をとり、柴縁は県大らにいる大深市の軍に森尾の監督を受けるよう命令し、県行攻略は黄金が指揮を取ることとなった。なお、 和高氏が、カブロジュ機能を撃ったのもこの頃である。279年12月には、大深氏、東明が指揮を取る7万の軍勢が、長江沿岸を攻略し、280年正月には、大根軍はすでに、長江を渡り、県業攻略の準備を始めた。孫博氏は慌てて、上昇、長安氏に対し、陳明。 孫神等を率い三万の軍勢で、進む軍の長江とかを迎撃するよう命令したが、結果は、進む軍の対象に終わった。これで、長安氏、千川明、孫神といった呉軍の将軍や兵士五千八百人が、残殺されたため、呉は、朝廷内から民衆まで大いに震え上がった。王根軍は剣行に接近し、敗下の武将はすぐに立定業攻略を、王根に剣議した。 しかし、王根は芝園の長江遺北を守ることという命令に従い、配下武将の権利を拒否、長江遺北に軍隊を駐留させ、王深氏軍を待つこととした。また芝軍は長江付近にいたり、権領を脅迫し始めた。2月、王深市、東明が指揮を取る軍が太陽を攻撃し、西領郷に進出した。暮れ軍は長江に鉄ッを設置し、また、 鉄の水を長江に放ち、進む軍の前進を食い止めようとしたが叶わなかった。大深氏はあらかじめ、大イカダ数十個を作り、イカダの上に草で作った人形を配置し、イカダを先行させ、鉄の水を取り除かせ、火を用いて砂を溶かした。進む軍は、障害を順調に取り除き、清涼、エビス堂、学校、高涼へと進撃した。さらに小ムも、公安を攻め、 ほとんどの戦は、進む軍の勝利に返した。唯一、県大らの我彦は、よく守ったため、進む軍は、早期の攻略は、不可能と見て素通りしたが、大勢に影響はなかった。柴縁は、大深氏を、都徳駅領に就所軍事に任命し、大深氏と、東明は継続して東方英軍隊を進め、共駅を攻略し、また小井と、大恵比寿にはもに、加工、 武将から長江を折り立て行を攻撃するよう命令した。また、別動隊として、森安は南下し、霊寮、慶陽、交尾を占領した。大深氏はこの時、命令に従いなつを攻略し、その後、大恵比寿と共に武将を奪取したため、進む軍の主力は長江の上流地域を完全に制圧した。3月、大深氏軍は散々に達した。孫博は、 長蔵に軍を引きさせ抵抗を試みたが、クレの将兵に、すでに戦意はなく、旗を振り、新軍に投降した。このため孫博士は、さらに、東深市に2万の軍を引きさせ抵抗しようとしたが、その兵たちも出撃前にほとんどが逃亡した。ここに至り、クレには守備する将兵がいなくなってしまい、各方面から進撃した、進む軍は権領に到達した。孫博は、 節明、後期の計略により、投降する胸の章を持った死者を、王深氏、氏は黄金に派遣し、理観策を試みたが徒ろに終わった。3月15日、孫博氏は肩肌を脱いで後ろ手に縛らせた格好で、投降、王深氏は商法を上表した。呉の滅亡により、五冠末期から続いていた、軍友拡挙、三国定律の時代は終わり、 中国は再び統一国家となった。進むの勝利の情報が芝園に届くと、芝園は涙を流して、酒を取り交わし、これは羊大夫の成功なり、押村区は彼が自分自身で見ることができなかったことだと言った。また、呉から進むに投降して、表記将軍に任命されていた、孫修は、朝廷から帰るときに、長江がある南の方向を向き、昔、 内逆将軍が、壮年時代に地行為から暮れを作り上げた。しかし、今、孫博氏が降伏することで、港南を捨てる。悠々なるかな争点、孫博氏は、何という暗君かと泣きながら言った。1985年、南京市で、大都市向士、新平暮れ天下、太平と刻印された墓の線が発掘された。精神の統一から間もない時期に作られたと、推定されている。 陸記、弁謀論。より正確には、戦争時点の精神の言語は、皆ねえで、戦勝と中国統一を祝って、大の安氏と改言した。柴明は、呉の使者を迎えた宴席に、流禅や京都の国里や泉らをはべらせ、相関を差し置き半ば皇帝のようであった。ただし、孫博はすぐに、進むに出兵しようとしたが、陸外に反対されこの時は断念した。 河本 P50 クレの滅亡後、副派将軍に降格されている。これは、表記将軍がクレに真の厚遇をアピールするための地位だったことを意味している。悠々蒼天、この何人かな。死境国風、王風の処理の一節。この状況にふさわしい亡国の歌である。語が滅亡した280年は、江戸では孔子の年になる。 フィクションじゃないリアルな三国史の世界。初来日へ2019年3月18日6時。朝日新聞日本語版に使用したもの。中国語版に記載されていたもの。ありがとうございます。